榊町の小型建設機械メーカーが能登半島地震の被災地へ小型の重機と操縦する社員を派遣します。津波被害があった沿岸部で土砂の撤去などに当たります。約1ヶ月間、ボランティアチームの派遣、また、重機のですね、貸し出しボランティアを5ヶ月間、行う予定でございます。20日から派遣されるのは小回りが利く小型重機2台と重機の操作を担う社員4人です。津波被害があった沿岸部で瓦礫や土砂撤去などの活動を予定しています。重機ね、作っているんで、重機を生かしてね、より住民の方が戻ってきやすい環境ですかね。要望をより迅速に叶えて希望を持てるようなね、支援にしていければいいと思っております。竹内製作所は2月に義援金として1000万円を送るなど被災地支援を続けています。